おお、ファーザーは、伊坂幸太郎による日本の小説作品。父が4人いる家庭で育った少年を主人公にしたサスペンスコメディ作品。吉本工業制作、ワーナーブラザース映画配給により、2014年5月24日に、門川シネマ、新宿田全国131スクリーンで公開。岡田正輝にとっては、このカーボー以来5年ぶりの主演映画で、 伊坂作品は3作目の出演。藤井道人は本作が本格的な長編映画監督デビューとなった。高校生の雪男は年も性格もバラバラな4人の父と暮らしている。母、友よが出張で家にいない間、自由気ままで頼りにならない4人の父と留守を預かることになる雪男は気が重い。高校ではクラスメートの太鼓が 数日前から不登校になった小宮山を心配して自宅マンションに行くが会えずじまい。また、幸尾の幼なじマスジは不良集団とトラブルを起こし、それ以降外で会うと追いかけられるようになる。一方テレビでは知事選が告示され、赤羽、白石の両親による地元恒例の紅白知事選挙の模様がニュースで伝えられる。ある日、幸尾家族と面識があるとんだが、 ゲームセンターを新しくオープンし、鷹に誘われて、葵と雪男が遊びに行く。店内で、飛んだ林と挨拶する弁護士風の男と連れの、女を見ていた葵は、女は昔、葵がいた、ホストクラブの元常連、梅子だと気づく。トイレに立った雪男は、客の会話から飛んだ林が振り込め詐欺に、引っかかり犯人を探していると知る。雪男は席に戻ろうとするが、 弁護士風の男と梅子がイチャイチャしている暇にカバンを盗むニット帽の男を目撃。とっさに犯人を追って、外に出た、雪男だったが、不良に追われたマスジと出くわし犯人を逃してしまう。帰宅後、雪男はその日の出来事を4人の父に話すと、カバン盗難には梅子が絡んでいると疑うが、確証はない。雪男は、小宮山の不登校を高に相談すると、俺は、 お前のこと全部知ってるぞと、ハッタリをかませば出て、来るかもと言われる。小宮山のマンションに訪れたキオは、インターホーン越しに、高の言ったハッタリを試すが会話を切られてしまう。同じ頃一人で家にいた君が物音に気づき、他の部屋を荒らす不審者を見つけるが取り逃がす。その後家族で片付けている最中キオが、ロック制限のかかった友よの携帯を見つけ、電話を受けることはできるため預かる。 ある日、マスジが不良集団から今後追わないことを条件にある小包みの受け渡す仕事を依頼される。しかし当日、ぽかしたマスジから幸男に連絡が入り、大元の依頼主が飛んだ林と判明しマスジの身の安全を確保するため、幸男の家でかくまうことに、幸男家族で知事選のニュースを見ていると、赤羽陣営の中に弁護士風の男がいるのを目撃。 そんな中、梅子とニット帽の男の真珠死体が発見されたため、家族で状況を整理するために話し合う。サトルは、白石側が重要機密の入ったカバンを盗むために、梅子を利用した後に殺し、裏社会に通じる富田林が事件に絡んでいると推理する。ちょうどその時、雪尾の家に富田林が現れ、仕事を失敗して身を隠すマスジの居場所を訪ねる。 応対した高は、振り込め詐欺の犯人を見つけたらま筋を許してほしいと、とんだしに交換条件を出し成立。後日、太古から小宮山が怪しいバイトに関わっているという噂を聞いた幸男は、振り込め詐欺への関与を疑い自宅マンションを訪れる。部屋に入った幸男は軟禁されている小宮山星を見つけるが、潜んでいた三人の男女に捕まってしまう。 その後犯人の指示で家に連絡した、幸雄の様子を不審に思った4人の父は、幸雄のピンチに気づき何とか助け出そうとする。幸雄の家族幸雄に関わる、主な人その他4人の父について2014年10月8日、発売。発売、販売元は、吉本 R&C。ありがとうございます。